皆さんおはようございます。ペン字満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日の字は、豆腐字ですね。説明をしていきます。まず、今日の字の大きな特徴としては、草冠を上から4分の1使って書きます。それから、中心を見てもらうと、この右側の字が少し大きいので、中心を左の方に突破していきます。超えていきます。なので左側にスリムに月を書いてもらいますね。でそれから足の高さですね。はい、だんだん足が長くなっていきます。なので最初控えめに控えめに書いていてくださいね。はい、それでは1画目から説明していきます。まず最初の横線、ある程度の長さ書きますが、右上がりはあまり強調しないようにしてください。滑らかな右上がりで、斜めの線を縦に入れていきますが、上を長く、下を短く、上を長く、下を短くというような感じで。で、頭の高さも左側少し低いですね。右側少し高いです。いいでしょうか。一度斜めに押さえて、斜めに横線を少しだけ越えていく。で、続いて、今書いた線よりも少し高い位置から、一度斜めに押さえて、中心に、よって斜めにですかね、書いていきます。続いて中心からだいぶ離れてますね、月。はい、草冠より少しはみ出るぐらい、まあこの横線どれぐらい書くかにもよりますが、一度斜めに押さえて少しだけ左に振ってください。これもあんまりやりすぎるとかっこ悪くなるので、いいですかね、少しだけで、上ふっくら右上がりで、まっすぐで、さっき書いた線よりも少し足低い位置まで行きます。で、次に向かって跳ねると、で、ここ幅を揃えて右上がり、ふっくら右上がりで書いていきます。で、続いてこれもさっきと同じような感じですね。左側の点は低い位置寝かせて、次少し高い位置、一度斜めに押さえてふっくら滑らかに次に向かいます。直線的に行かないようにしてくださいね、ふっくら。で、上は直線右上がりの短い線、次は少しふっくら右上がりでもいいですが、直線右上がりの長い線で、真ん中のの字いきますが、一度斜めに押さえてぶつかるぐらいですね。で、ここ三角形に隙間を空けるようにここからいきます。ここ3対2ぐらいでしょうか。はい、で、だいたいこの線が上からだいたい中心真ん中ぐらいまでですね。はい、あとここから隙間とこの最後の字で半分ぐらいですね。一度ここ押さえるときに隙間開けて斜めに押さえてまっすぐ、次に向かって跳ねる。で、ここ寝かせて、続いて今寝かせたこの線よりも少し左側ですね、一度反対側に押さえて右斜め上に、でここも一度押さえてっていうところがだいぶ高いですね。ここより高い、押さえてぶつかるぐらいで、ここは少し離してぐーっと押さえてください。ここよりも少し低いですね。はい、でしょうか。で、この字自体も中心寄りで書いてください。いいですかね、わかりますでしょうか。左側がなんかちょっと短くて右側を長く書いてるような感じに書いてもらうとかっこよくなります。それでは書いていきます。滑らかな線、上を長くですね、上を長く、一度足の高さ注意、幅を揃えて少し低い位置、少し高い位置、長く、こんな感じ。もう一度いきます。
足の高さ、幅、足の高さ、はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。